近藤春菜さんと別々の撮影だったのは残念だったんですけど、でも娘役の方だったりとかと会話しながら撮影して、また新たなキャストの方とご一緒できるのはすごく楽しかったです。です店員か。さんも初めてでした。なんだかこう、店舗は、行ったこともあるし、私の家族だったり友人だったりも遊びに行ってるので、すごく身近な場所ではあったんですけど、まさかそこを再現されて、さらにその中に自分が入るとは思ってなかったので、なんだかワクワクしました。もう本当に笑顔が可愛くって、こうカメラが回っていない間も会話してたんですけど、本当に普通に学校を楽しむ中学生で、学校で今どんな勉強しているの？とか言って。で、期末テストがあるんです。やだねーっていう、本当に普通の会話をしながら、でもすごくナイスなツッコミを本編でもされてますので、そこは注目していただきたいです。私は時短のプロフェッショナルだと思います。何でもかんでも、すごく早く簡潔にするのが得意というか好きなので、洋服をこう早着替えするのも得意ですし、どこの時間を削ったら何かが早く終わるかっていう計算も好きだし、なんだかこう早くするにはっていうのは考えがちなので、結構得意な方だと思います。食べるのも早いです。良くないんですけどね。あんまり早食いは良くないって言うけど、やっぱりこう、撮影とかで早く食べて、ちょっとでも寝ようとか思うと、ついつい早食いしてしまうんですが、早食いだけはちょっと気をつけなきゃなとは思ってます。それがあんまりなくてですね、プライベート、お休みの日も割と一日予定をみっちり詰めるタイプなので、結構なんかせかせかしてますね。ね、すごいおっとりしてそうって言っていただくことが多いんですけど、きっと会うと分かるように、歩くのも早いですし、何するのにも早くって、なんか急いでんの？ってよく言われます 気をつけなきゃなと思いますが、春菜さんと何度かお会いさせていただいてるんですけど、会った時の全くこう壁を感じさせないフラットさはすごく素敵だなと思うので、何ですかね、人を安心させるプロフェッショナルですかね。すごくこう、初めましてってお会いした時もすごく優しく柔らかくいてくださって、緊張するっていうことをさせない方だなって印象はあるので、すごくこう、会話したりとか、コミュニケーションをすごく取るかと言われるとそうではないんですけど、ただこう柔らかく何を言ってもしてもきっと受け止めてくださるんだろうなっていう、すごくこう器の広い方なんだなって印象はあります。楽しみにしてます。始めたいことは、ここ最近海外に行くことが増えたので、いろんなこう言語を話される方と接することが多かったので、英語に限らずいろんな国の言葉を、語学を勉強したいなと思っています。英語は本当に世界共通なんだなと思うぐらい、なかなか喋れなくても英語でこう片言で喋るとなんとか相手の方も受け取ってくださるので、まずは英語を勉強して、それと同時に違う国の言葉も増やせたらいいなと思ってます。今年の夏はサーフィンをやりたいです。なかなか毎年すごく寒がりなので、ウェットスーツを着ても冬やっぱり寒くって、いつも入ってみるんですけど、寒いって凍えて出るので、だいたいやっぱ夏メインでやることが多いんですけど、なかなか夏だけだと1年間に海に行ける回数がすごく少ないくって、そしていつも夏がなんだかこうバタバタすることが多かったので、今年の夏はいつも例年に比べてたくさん海に行ってサーフィンしたいなと思います。始めたのは高校生なので期間はちょっと長いんですけど、でも全然もう1年やってる人と同じぐらいしか多分海に行けてないので、上達しないんです。ずーっと同じ場所になんかいる感じです。私こそはたくさん海に行って上達したいです。スペイン。その友人がスペインに
旅行に行った時のお話を聞いて、すごくこう人も温かいし、お食事も美味しいっていうお話を聞いて、わ、いいなと思って、なんかすごく、ね、勝手なイメージだけど、なんだかこう愉快な街のイメージがあるので、いつか行ってみたいなと思ってます。すごく嬉しかったことは、やっぱり小学生ぐらいの私が現場にいることがなかなかこう珍しかったのか、やっぱり一人ぼっちでこうポツンって減ることが多かったんですけど、その私をすごく気遣って、いろんな先輩方が話しかけてくださって、でやっぱりその小学生だとお話しするのもこう、 うまくコミュニケーション取るのが、ね、なかなかできなくって戸惑ってたんですけど、皆さんがノートを持ってきてくださって、みんなで絵しりとりしようって言って、どの現場でも先輩方が絵しりとりとかしてくださったのがすごく覚えていて、いまだにその絵しりとりの紙持ってます。取ってある、なんか捨てれなくって、それこそノートがなくても一日のこう日々すけのスケジュールとかの裏にみんなで書いてくれて、とか寄せ書きいただいたりとかしたの未だに持ってるので、たまにこんな2000何年の何月にこの撮影してたんだなっていうのを見返したりします。心細いなって最初思ってたんですけど、終わる頃にはまだ皆さんといたいと思うぐらいに温かい人たちがすごくいっぱいいたので、その記憶は今でも鮮明に残ってますね。まあ、そのもちろん経験値とともに年齢も上がっていったので、大人の方との話すことに対しての抵抗力が全く、抵抗が全くなくなったっていうのはあって、純粋に楽しくお話できたし、何よりやっぱり私が話すことを皆さんすごく親身になって聞いてくださったので、そこからきっとこう人と話すことだったり、名前の方と話すっていうことに楽しいなって純粋に思えるようになった気がします。でも本当にさっきも言いましたけど、はるなさんは本当に一定のフラットな人の印象があって、でもきっと大変な瞬間だったりとか、もちろん緊張されることもあるんじゃないかなと思うんですよ。その時にどうやって保ってるのか気になります。やっぱりこう自分の仲間だけじゃない場面に遭遇することなんてたくさんあるじゃないですか。それこそ大先輩とお会いしたりとか、きっとどこかで何か思われている時もそれを表に出さないようにされているんじゃないかなって勝手に思うので、どういうふうにご自身を保たれているのか気になります、ね、そんな自分がイメージして、まあ、予期せぬ出来事が起こったりするわけじゃないですか。そういう時も変わらずにいられる強さはやっぱかっこいいなと思うので、なりたくてもなれることじゃないし気になります。すごくきっと人のお話を聞くのも上手なんだろうなと思うので、やっぱ自分のお話する方が簡単じゃないですか。だけどやっぱ人のお話を親身になって聞いてくれるような優しさがきっと終わりなので素敵だなと思います。今回の CM は、親子のコンタクトデビューをサポートし、無事に子供をコンタクトデビューさせる CM になっています。近藤春菜さんがそっくり親子のお母さんを演じるユニークな設定で、皆さんも聞き覚えのあるあのネタも登場するので、近藤春菜さん親子と私の掛け合いをぜひ楽しんでください。今回はですね、私にそっくりな三姉妹が出てくれるんですけれども、そこが一番注目ですね。三姉妹との撮影からスタートしたんですけど、可愛すぎて本当に産んだんじゃないかって思うぐらい、もう愛してしまいましたね。写真撮影の時もみんなでこうギュッとなって、もう本当初対面と思えないぐらいの距離でギュッとこうわーってやったんですけど、家族っていいなって心から思いましたね。やっぱ今の子には TikTok とかそういう話題かなと思って、一番下の子に振ってみたら、
やってますっていうので踊ってくれたんですよ。それも愛おしくて、なんかもうほんと連れて帰って生姜焼き食べさせたいなって思いましたね。手作りの、もちろんです、手作りです。癒されるというか、本当に私も、まあ、その四十に入りまして、あ、子供いたらこんな感じなんだろうなみたいな想像ができましたし、みんなが本当にいい子たちだったんですよ。私がちょっとなんかやるたびにはゲラゲラ笑ってくれるみたいな、子供たちで口答えなんかせずね やってくれたんで、あ、なんか反抗期とかも飛び越えて、なんか胸に飛び込んできてくれたなと思って、本当に可愛かったですね。びっくりしました。誕生日じゃない時でもこういうケーキいただけるんだって思ったのがまず一つだったんですけど、そのメッセージが撮影お疲れ様でしたとかじゃなくて、近藤春菜じゃねえよって書いてあって そんなケーキ私初めてだったんで、それを突きつけられて、でもケーキだし どうしたらいいのかなっていうのが正直なところでしたね。そうですね、人生初体験の、私の似顔絵がありながらも近藤春菜じゃねえよっていうところでパニックでした。いや、めちゃくちゃ嬉しかったです。めいちゃんにまたお会いできるんだっていう、まずね思ったんですけど、今回ちょっとスケジュールの都合で別々だったので残念でしたけども、またもし機会があるのならば、めいちゃんと一緒に撮影できたら嬉しいですし、今回三姉妹のその物語として、とってもこうキュンとくる物語だったので、すごくそれが嬉しかったですね。はい、より楽しかったですし、なんかうちの娘ですみたいな感じでね、紹介できたらよかったんですけどね。一度その言い方は、お手本として横で言わしてもらったんですけど、でもそれぞれのやっぱ「じゃねえよ」があるから、あなたの「じゃねえよ」でいいんだよっていうことは言いましたけれども、でもすごくその真面目な子だったので、この2日間ぐらい、そのお話が来てからずっとその私の動画でもうずっとこう聞いてたんですって、その「じゃねえよ」のネタを。で、え、そうなんだっつって、ありがとね、いろいろ見てくれてっつって、そしたら、家では練習したくなかったから外でしてましたって言われて、複雑な気持ちになりましたけども でも真面目にすごくやってくれました。笑顔でちょっとこうね、笑いながら言うバージョンとか、本当に怒ったように言うバージョンとか、いろいろ研究してくれてるなと思って嬉しかったですけど、でも家では練習したくないとは言ってました。親には聞かせられなかったのかもしれないですね。近藤春菜じゃねえよ！これだけ見た人はパラレルワールドかなって思ったと思うんですけども、お手本ですからね、今のは。割と自分でもこう、あ、こうやって言ってるんだって、人にね、人に言ってもらうことないですから、なかなかそういう機会もないので、あ、自分ってじゃあを強めに言うんだとか、そういう新しい発見がありましたね。結構スタッカートを聞かせるっていうか、タン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 って感じで言ってるなっていうのは、それを全力でやる、もう18年ぐらい言ってますけれども、手を抜いたことはないので全力で言うってことを大事にしてるなって改めて思いましたね。まあこれは他にいないんじゃないかなっていうところで、世界の中年男女に似てるプロですかね。まあ、日本だけでこの人に似てるとかだったら、まあ何人かいらっしゃるかもしれないんですけれども、世界の中年の性別も問わず似てる人がいる、そういう人はいないんじゃないかな。それでやっぱ飯食ってるみたいなとこありますから、プロだなって思いますね。はい、嬉しいですね、めちゃくちゃ嬉しいです。でも私もめいちゃんとの初対面すごく覚えてて、まあ、めいちゃんは今私がこう壁を作らないようにするプロだって言ってくれましたけど、めいちゃんこそそうだなって。もうなんか来た時も私がこういて、めいちゃんがこう入ってこられた時にもう「あー」みたいな感じだったんですよ。あれ、初対面じゃなかったっけっていうぐらい、こう本当にフランクに、
フレンドリーにわーって来てくれたので、そこで私もその一気にそういう壁とかが取れたのがあるので、人の心を開くプロじゃないかなと思いますけどね。あの質問に対して私がこう質問したら10は返してくれるような感じだったんですよ。なんか最近やってる結構、数年前なんですけど、なんかこうハマってることありますとか、そういう質問でも、あ、なんかドラマを始めてとか、なんかこういくつかエピソードをパパパって言ってくれるタイプなので、なんかそういった意味で、あ、な、人を盛り上げるのにすごい気遣いのできる方だなとか思いましたね。いや、楽しかったですね。あとすごい多趣味だなって、その当時お話聞いてたら多趣味だなと思ったので、なんか自分が思ったことやりたいことに関してすぐ行動力もあるし、行動力のプロでもあるなって思いましたし、なんか生きてて楽しそうプロだなと思いますね。なんだろう、その時の趣味とかやりたいこととか、なんかこう大人になると、まだ全然お若いから、まあ、20代だからそういった面もあるのかもしれないけど、性格的にも多分、あ、これやりたいって思った時にすぐ行動できる方だと思うんですよ。私とかその年重ねるとやっぱ腰重くなって、いや今どうかなとか思っちゃう感じなんですけど、そうじゃないところがやっぱすごいなって思ったんで、人生楽しみプロですね、やっぱり。でもその初対面の時のその心の打ち解け具合の速さで言うと、それもやっぱ時短かなと思いますよね。その一個一個、あ、どうも、はじめましてみたいなのすっ飛ばして、あーって来てくれたんで、そこはなんかありがたい時短でしたよね。いや、そういう風に見えてるのなら、ね、フラットというか、緊張してないように見えているのであれば、まあ良かったなとは思いますけど、やっぱ私もその逆にめいちゃんに聞きたいぐらい緊張する場面もありますし、こう気持ちがもうドキドキして安定してない時もありますから、めいちゃんの方がその私がね全然年齢上の割に、めいちゃんの方が落ち着いてるというか、自分の考えを多分言語化するのがお上手なんじゃないかなって思ったり、自分を結構冷静に見てらっしゃる部分もあるんじゃないかなと思うんで、逆に聞きたいぐらいですけどね。その、まあ、めいちゃんはねすごい私のことをこうよく言ってくださって、こういつでも温かく見守ってくれるみたいな、こう受け止めてくれるみたいな風に言ってくれましたけど、まあ、それは一個めいちゃんだからみたいなところありますよね。めいちゃんのそのふわっとした可愛らしい雰囲気と、なんか人をねもちろん嫌な気持ちにさせない雰囲気オーラがもう出てるから、私もねそれは敵じゃないっていう安心感がありますし、そのなんかお話ししたいなとかそう思わせる魅力がある方なので、だから私も自然とそういう風になれるというか、私もちょっとこう、あ、怖いなっていう人だったら身構えるし、なんかもうビビってその場から存在を消そうとするみたいなところもあるので、めいちゃんだからこそっていうところありますね。めいちゃんの存在自体が母性をくすぐるようなところがあるので、そこをくすぐられてるっていうところですね。結構先輩方に、40代の方50代の方にお話を聞くと、人生の中で40代がめちゃくちゃ楽しかったって聞いたんですよ。なのでその私40歳になるのをすごく楽しみにしていて、もう40歳もいい大人ですし、自分でいろいろできる年でもあるので、世間を探したいなっていうのが抱負ですね。プライベートもそうですし、まあ、お仕事でも今までやったことのないような
ことにチャレンジしてみ、例えばお芝居だったりとかそういうことをチャレンジしてみたいですし、プライベートでも何ですかね、今までやっぱりちょっとこうキャラクター的に抑えてた小悪魔的な部分をこうちょっと出してみて、おいおいおい、ちょっと春菜いい加減しなよみたいな世間を探したいですね。もしかしたらもう本当にメガネじゃなくてコンタクトで、しかもカラーコンタクトの春菜かもしれませんね。本当に温度に任せて、水着の撮影会とかもしてみたいなって思いますし、沖縄とかってね行ったり、まあ、海外もね最近こうすごく行きやすくなったので、海外でなんかそういう撮影なんかできたら嬉しいなって思いますけどね。服を着ろと言われれば服は着ますけども、はい、何かしらの撮影ができたらいいですね。今の私が一番若いですから、はい、その瞬間を撮ってもらいたいですね。何か準備が必要だとでもありのままでいいかなと思います。まあ二十歳で養成所に入って、まあ、20代こうデビューしてがむしゃらだったんですけど、二十歳で養成所に入った時に初めて芸人の先輩に会うわけですよ。その時にいやそこのちょっとおばさんとか、まあ、はたまたこうおじさんとか言われるわけですよ。でも二十歳の私はもう何を言ってるのか、誰に何を言ってるのか分かんなくて、自分のことだと思わなくて、でえーなんて言ってたら、いや今後ろ見てあなただよみたいな、初めてこういじられるっていうことを経験したんですけど、なんかあこれが芸人かっていうので、なんか初めてあ芸人になっていくんだなっていうのを感じたのがその頃でしたね、新人の頃。はい、いろんなことを受け入れていくっていう感じでしたね。初めてなんとかじゃねえよってこういうのが生まれた時には、まあ偶然生まれたものではあるんですけど、あ芸人としてそういうふうに返すようになったんだ自分っていう、あ芸人になったなっていう実感もありましたね。まあ大体その私みたいにこうふくよかだと女性の方も多いんですけど、その触らしてみたいな感じでこう結構いろいろなプニプニみたいな感じでこう触ってくる方いらっしゃるんですけど、結構なんていうんですかね、自分のこう欲望のまま触ってこられる方がいらっしゃるんですね。そういう方って結構こう強めにやる方もいらっしゃるんですね。そういう方に向けて言いたいことがあるんで、いいですか？神経通ってないわけじゃねえよ！これですね。やっぱちょっと神経通ってないと思われてるのか、結構強めにそんな人にやるっていうぐらいの方がいるので、ぽっちゃりしててもちゃんと神経通ってるよってことを伝えたいですね。やっぱお仕事の共演で言うと、めいちゃんがこうバラエティに来られてとか、やっぱこの CM でとかになるんで、今度は私がやっぱドラマとか映画とかそっちにお邪魔してもうバチバチにやりたいですね。うん、でまあどんな役でライバルみたいな、役をやりたいですね。まあ恋のライバルでもいいですし、なんか仕事関係のライバルでもいいですし、なんかまあ時代劇であったら盾をし合うような、切り合うような役もやりたいですね。馬に乗って、めいちゃんね、なんか馬好きみたいなんで、馬好きでなんかよく乗ってらっしゃるみたいなんで、私もそこでバチバチになんか合戦みたいなやりたいですね。めいちゃんとバディって感じでやりたい面もあります。その意見採用します。めいちゃん、今回撮影ではご一緒できず本当に残念でした。会いたくてね、いろいろお話ししたいこともあったんですけれども、今度もし会えるときはですね、乗馬とか一緒にしたいと思うので、めいちゃんしてくれるかな、合戦みたいなことしたいんで、ぜひその時はお願いします。めいちゃんまたねー。